はい、どうも、コモンマーモセット飼育係のサシです。ここではですね、コモンマーモセットのお話や、ペットでの日本初の自称なんですけども、コモンマーモセット飼育マニュアルの動画をね、アップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。第1話の前に、この飼育係を作ろうと思った理由なんですけども、飼っている方とこれから飼おうと思っている方、結構重要になります。今現在、2匹のマーモセットを飼育してます。で、飼育方法なんですが、放し飼いにして寝るのも一緒、仕事場にも一緒、出かけるのも旅行にも一緒に行きます。シャワーや爪のお手入れも自分でやってるんですけども、そういったのをね、 SNS とかにアップするようになったんですよね。その SNS の記事を見てね、相談が来るようになったんですよ。これはね、もうすごく嬉しいことで、やり取りはするんですが、違和感を感じる時があるんですよ。で、違和感っていうのは、もう飼育のできてなさ、生態の理解をしていない、もうこの2つ。ただね、これは誤解してほしくないのですが、もう猿を飼う方っていうのは基本的に動物がめちゃくちゃ好きな方のみです。なぜそうなるのか、もうこれはね、飼育情報が少ないんです。もうそうなるとね、自分で調べる能力かペットショップに聞くしかないんですよね。自分で調べると言ってもね、飼い主さんにも差があるんですよ。コモンマーモセット飼育と検索して1ページ目2ページ目を見るような方、それでは納得いかないということで海外のサイトまで飛んで調べる方、あとペットショップなんですが、繁殖や売ることはできたとしてもね、一緒に生活を楽しむことはあまり分かっているところっていうのはないんですよね。トータルで情報が少ないんですよ。もうこれが飼育者の差になって出るんですよね。コモンマーモセットってね、小さくて手の上に乗る動物です。猿ですよ。猿って、ね、昔からペットでは流行らないんですよ。これから先も流行ることはないと思います。で、それなりの理由、欠点があるんですよね。マーモセットはね、日本に入ってきて約40年ちょっとぐらいです。ペットとして海外では古くから飼われていたんですよ。もう今から何百年、もう300年、400年前から、リードで繋がれたコモンマーモセットがいてたりとか、で、そういう絵も残ってます。歴史があるんですが、流行らない理由があるんですよ。生まれる数が少ない、違いますよ。値段が高い、違いますよ。それだけ欠点があるんですよ。そこを理解しないで分からずに飼うとね、小さなケージで、観賞用動物で一生終わらせる。これは僕からしたら残酷なんですよ。これから先々の話でね、なぜそれがダメなのかっていうのも話していくと思います。そうならないためにもね、この飼育係が参考になればなと、間違いがあるかもしれませんが、飼育の見本ができればなと思っていますので、よろしくお願いいたします。